こんにちは。今日はですね、今まで壁に飾ってたスケルトンとか剥製がほとんどなくなりまして、今はこういう状態になってますけども、これはね、すべて触れた角ですね。この剥製も。すべて売約済みです、これはね、同じ人が6等分か買ってくれました。まあ、私も年なのでね、墓の中までちょっと角を持っていけないので、死ぬ前に好きな人に買ってもらいたいなと思って、今一生懸命、売ってます。それでちょっと2階の方に別のスケルトンや剥製があるんで、ちょっとということで、暗いですよね。これはもうスケルトンじゃないな、剥製の毛の色が変わらないように紫外線から守るために暗くしてます。ちょっと今電気つきましたね。よいしょ、三脚をちょっと固定しましてね、一番向こうに見えるのが、とりあえずちょっと振らないでおこうかなと、左から、これは減らずの変形ですね。なかなか珍しいです。これは真ん中のやつが、毛色も違う。これは何度も YouTube に出してますけども、まあ博物館級のエゾシカということで、これは最終的に、まあこれだけはちょっとね残しとこうかなと思ってます。その横が、これが私が撮った最大級で95センチということで、これも欲しい人がいればね、売ろうかなとは思ってますけども、あとはそうですね、こんな感じかな。ちょっと私が、ちょっと持ってみたら、大きさもわかるかな。これが、結構私これ気に入ってるつもりなんですよ。どうですか、なかなか太さとね、形とね、なかなかいいんですよね、これね。よしと、こういう形で、そして横のやつが、これは天気ですね。これはね、角の本数的には 2,4,6,7,8,9 ここにも小さいのがあるんですけど、短すぎてね、ちょっとよいしょ、こういう感じですね。あとはこっちも変形ですね、これ。これも変形です。
気な天気。これは本数は1、2、3、4、5、6、7、8、9、10本。私の最大の角の本数が12本ですから、10本は、そうですね、ケトのではまあまあ多くはないけども、ありますね。そしてこれはスケルトン、これはスケルトンで、これは結構ボクルトなんですよ。ということで角が関係の角なんでしょうけども、まか不思議な角ですね。角 と、毛、この毛が全く普通のエゾシカとは違うということ で最後が減らずの変形、でもいいかなと考えています。さてさて、残るは今ね、これがね、これね、なんだろう、僕のショットガンで初めて、の鹿猟で初めて巣を取ったという。これも90センチですね。これはでもね、剥製の顔が良くないですね。いまいちですわ、これ。とりあえずね、入れてないのは1、2、3、4、5、6、7、8頭。8頭と、あとは、まあ3頭。これは、まあ、最後までちょっと残しておこうかなと。まあ状況によっては左右の2頭は打っていいかなと思ってます。とりあえずちょっと電気を消して、よいしょ。さてまたちょっと下に下がりますね。
て、まあ名残惜しいって言えばそうですよね。今まで占いで本当好きでずっと自宅に飾ってたんで、ね、なかなか、はあ、まあでもね、年も年だからな。あとこれですね。これはね、竜のひげって呼んでるんですよ、この角。これもまたね、まあ、長さは40センチ、50センチあるのかな。なかなかでも、これはね、珍しい角ですね。そんなことで、スケルトンと剥製の、紹介をしました。それではまた、次回の動画をお楽しみください。